いいダンスやな、な、いいよ、いいね、いいね、いいね、パーティー、パーティー、パーティー。謎の友情が生まれるってね。どうも、チャップです。フォートナイトをプレイしていきたいと思います。ということで、頑張っていきましょう。はい、ということでですね、今回は新モードの期間限定なんかな、多分期間限定やと思うんですが、20人1組のチームが5つ集まって、どのチームが一番強いんやというね、モードをやっていきたいと思います。20人チームが5個あるんで、もうチームめっちゃあるやん、いうことありますけど、まあ、とりあえず頑張ろうということですよ。20人チーム、誰が1位なのかということですよ。はい、わかりやすいでしょ？わかりました？うん。よくわからんかったけどね。ってことでさ、僕どうしようかな。この辺でちょっとアイテムでも取って頑張っていこうかな。まあ、20人1組のチームが5つあるんでね、その中で誰が一番になるんやっていうのをまあ分かっていただけたらいいかな。それが一番シンプルな答えやと思います。頑張っていきましょう。ほらほら、なんか6番線みたいになってましたもんね。いい感じ、綺麗にバスがはけていきましたよ。美しいなぁ、5つね。頑張っていきましょう。はい。あ、このスノコ潰してますね。このスノコめちゃくちゃアイテムを取れるみたいですからね。いいチャップやで、ということで。まあ、そうだな。この辺で、アイテム取ってある程度戦えるね、能力を身につけつつですね。このキノコを食べていくと、はい。キノコむしゃむしゃ美味しいな、ということで。大バラシの第一オーディション遠いですね。そこ、ん？誰かなんか投げたの？ダンシングアイテム投げたの？ダーン言うてましたもんね。でも多分味方の人が投げたと思うんですけどね。ダンシングフィーバー多分味方の人がやられてたんではないかと個人的に思っておるんですが、まあ、まあ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 よしとしましょうよ。これいっぱい木材が取れるからラッキーで、ここキャンプファイヤー取っていってですね、まあちょっと早めに移動しておきましょうか。まあまあ嵐の範囲が遠いんで油断はできませんからね。さあこれ取ってですね、はいはいはい、もう全部取って、もう全部取ってたよ。もう全部持ってこ、全部取れるやつ全部やったらや、いうことありますが。もう味方の人がおそらく多分アイテムとかもなかなかムサ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 食べてはると思うんで、僕はまあこの辺のキノコを借りながらね、アーマー回復していくっていう感じにしてからいいから、もう戦闘が行われてるんですね。味方 A さんが、ザ・ヘイラティックさんみたいな人がやられましたね。ああ、バイバイキンジャイプやな、いうことで。味方が一人お亡くなりになりましたね。チームはね、20人おったんやけど、19人になっちゃいましたということがありますが、さあ、まあ、もうちょっとですよ。味方の人と一緒にやっぱ行動したいチーム戦っていうものはね。でもさあ、その前にですね、僕はま、キノコで腹ごしらえしましょうよ。このキノコでね、このソーダ味のキノコで体からソーダの匂いをして、ちょっとオシャレ感を出しない、オシャレ感をね、オシャレチャップにならないとダメですか。さあ、急ぎましょうか。確かね、嵐が狭まってくる速度が速かった気がするんですよ。このモード、そんなんとか変えてなかった。いや、嵐のダメージが大きかったから、ちょっと忘れましたね。まあ、とりあえず早く行かないとね、オーディションに落ちそうなんで、やっぱ頑張らな、もう一時オーディションでね、嵐の一時オーディション、それで落ちる。いや、そんなあかんって、そんな早いて、オーディションはやっぱ最終選考まで残ってなんぼです。ここら、やられちゃったですね。ってことで敵の人があの辺にいらっしゃるんですね。まあ、危険ということだけ覚えておきましょう。もうチームメイトが二人いなくなりましたね。早いな、ほんま。敵の人、怖い人がおるんやって。だって、うちのエリートなね、味方をね、倒すっていうのはなかなかの強者ですよ、ほんま。並大抵の敵じゃないと思う、僕はね。ん？誰？かが、撃ったけど、味方の人かな？敵の人がおる可能性もありますからね、もうこの辺ね。ショットガンっぽい音が、パッセーンって聞こえたけど、まあ大丈夫かな。まあ、チャップモードいらないでしょ。まあ、ゆっくり、気抜いていきましょう。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ。こっち16人やから、16人。あ、書いてますね。敵チーム11位。敵チーム1は12人ですね。ほんで18、19、17と、僕たちのチームは4人やな。今4人ですね、人数的にね。ナンバー4やな、ナンバー4。チーム4やな。チーム4として頑張っていきましょう。4! 言うてね。まあ、HG さんなったらいいんじゃん。レイザーラモンチャップとかなったらいいんじゃん。トマト4とか言うといたらいいんじゃいますかね。テンションしんどいですね。僕自身も疲れますね、テンション上げすぎてね。ただでさえ実況の時ほんま実況のギア、実況のギア10段階ぐらい上げてますからね。10段階言い過ぎは5段階ぐらい上げてね、こうガン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 ギア吹かしまくってるんでね、もうほんまそんなもう4なんか言うたら僕パンクするっちゅうねん、実況中に。疲れすぎて死ぬぞいうことあるんでね、まあ、まったりやっていかしてください。もう好き勝手適当に喋ってね、ゆったりやりたいと思います。ゆったりやってたら僕たちのチーム勝ちますから。12、17、19、16、僕は敵チーム、並びましたね、並びましたね、並びました。16人という素晴らしい数字今並んでおるんですが、まあ、こっからですよね。こっ
カラが弱肉強食、チャップ強食なんですよ。つわもののみが生き残る、そういう世界になってきてますからね。気をつけチャップにしていきたいんですが、嵐の範囲結構余裕で入ってましたね。でも下におるこの辺の人たちちょっと危なそうですね。チームメイト、この下のフェイタルフィールドに言い張るここの4人の味方の人は、ちょっと食べられそうで危ないんちゃうかっていう、まあ、懸念はありますが、まあ大丈夫でしょうね。まあ僕とりあえず1人がね、孤立してるんで、ほんま孤立チャップになってるんで、そうだな、ここにおるそこの人たちを合流しましょうか。あそこの上の宝箱がまだ開けられてないんで、木箱をちょっと適度に割りつつ、木箱じゃないわ、あの木を借りつつですね、木を借りつつ借りつつ、あの上のね、宝箱でいいアイテムを、アーマーでもね、ぜひとも、あ、ここで遊んであんのか、ん、何して、あ、なんか武器の交換感みたいなのしてんねんの。へえ、すごい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 、おー、すごいすごいすごい、いいね。なんか友情が生まれてましたね。もしかしたらフレンドの人とやってるかもしれないんですが、まあ、友情が生まれたといいように捉えておきましょう。ということで、上に上がって、ここに宝箱がありちゃっぱやからな。はい、ほいほい、オッケーでーす。さ、ここトレを開けましょう。ほい、オープン。開けられへんってなんでやねん、なんで、あ、開けられへんぞ。どうした、どうした、おー、なんか、ようわからんけど、いきなり開いたな。なんでやねん、いうことありますけどね。まあ、このバーストいらんかな。この意外がボール持って、あ、意外がボール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 って僕動画で、え、ちょっと、誰か階段潰したな、今。誰か階段潰したやろ。めっちゃ食らったやん。味方の人の裏切りに会いましたね、今僕ね。思いっきり食らってもうたやん、いうことありましたが。まあ、そういうトラブルもあってね、動画的に美味しくなったんで、ありがとうございますよね。言葉をお送りいたしましょう。さあ、頑張っていきましょうか。これ威力なんぼなん、これ。あ、ちょっとなんか、回復やってほしいな。ちょっと包帯とかでいいか、包帯とかだけでいいか、ちょっとなんか、いらんもん置いといて、いらんもん、包帯で、包帯でいいからさ、包帯でいいからさ、あ、キャンプファイヤーする皆さん、ここで、キャンプファイヤー、この、あ、トゲトゲボールが、トゲトゲボール僕動画で撮ったかなっていう感じ。これ奥はこれこれ。皆さんパーティーしよう。大丈夫、体力的には。僕、食らってるから、ここで、焚き火すんねんけど。はい、オッケー、踊って、踊って、いいダンスやな、ね、いいよ、いいね、いいね、いいね、パーティー、パーティー、パーティー。謎の友情が生まれるってね、この回復アイテムによって謎の友情が生まれる。敬礼していきましょうか。ビシッと。さあ、体力がそろそろ回復しますね。さあ、100% になりましたね。さあさあさあ、行きましょうか。この人たちと一緒に行けば、まあまあ戦えるとは思うんですが、大丈夫かな。ガンガンあれか、キーのアイテムとか取ってんのか。まあ、嵐の範囲もね、言うて近いんで、なんとかなるとは思うんですが、もうあれ、あー、引けてますね。痛い、インパクトクレーターの投げたら、アップなんや、ほんま、それね、飛びすぎた、デスすんね、うわ、怖い、怖い、怖いな、ほんま、それ、上に飛びすぎた、デスすんね、うわ、早い。おもろいことしてくれますね、なんか、いい味方ですね。これはぜひともね、僕たちのチーム1位になりたいんですけどね、まあ、どうかな、っていうところですね。敵の人も手強そうですもんね、12人、あ、でも、まあまあ、皆さん生き残ってますね。まあ一緒に行こうっていう感じでゆっくり行ったらいいんじゃないですか。誰についていきましょうか。あ、目の前にあの、マリオブルーコ、マリオさん、1950年代に発売したマリオさんがいるんで、あの、マリオさんについていったらいいんじゃない。あれは僕のチームメイトですからね、4人チームのね。さあ、この方々と一緒に行ってですね、ある程度建築もして倒せそうなら倒していきたいんで、あー、スナイパー、おるね、右に、右に2枚ぐらいいらっしゃいますね。あ、数名いらっしゃいますね。はいはい、オッケーオッケー。理解、理解、理解した。上の高台に1人おるっしょ。で、右にもいるの僕確認したんですが、高台作ってんのかな。これアサルトで当たりそうなんですけどね、右にもおったと思うんですが、あそこピョンと飛んでますね。これ、オッケーオッケーオッケー、食らった食らった、オッケー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 、ダメージ2回与えたぞ、いいぞ、ということで。そう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 、建築していきましょうか。一緒に、そうそうそう、一緒に頑張っていきましょう。この横にも建築軽くしてですね、ほいほい、オッケー、いい感じ。さあ、こっから、もうやっぱ敵の人が多くなってきましたね。右にもいらっしゃるからな、あんまり顔出しすぎて、スナイパーパスターンで頭ほんま、頭ハッピーセットかってなったら悲しいんでね。あー、ちょっとやられてんな。任してくださいよ、任して任して、すぐ復活させちゃうよ。これが連携感っていうやつですね。さあ、起き上がっていただきましょう。僕、包帯とか持ってたらあげれたんですが、ないんで。はい、マリオさん。はい、おはようございます。さあ、マリオさん頑張ってくださいね。大丈夫ですよ。これやっぱ連携感ですよ。連携感をつかみつつですね、やっぱこの交互の、なんて言うんですかね。そこ来てますね。これちょっとやばそうだな。爆弾でやりましょうか。これシュッて投げて、シュッて投げて、バーン倒せたかな、倒されんか、倒されんか。ちょっとよくわかんないけど。まあ、爆弾、オッケーラウンオッケー、いいよいいよ、爆弾最高。そして、ここ撃ってですね、生き返らせたら嫌なんで、倒しといて、倒しといて、うわ、これ、怖ない、ちょっとめっちゃ怖ない、ショットなんじゃない、この人、危ない危ない危ない、うわ怖い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 、危ない危ない、ちょっと怖い怖い、めっちゃおるやん。
やばいほどおるっていうねことはありますけどね。アーマーがおじさんがいっぱいおるからちょっと危ないよこれ。グレランか、グレランちょっといいかもしれませんね。グレランでちょっと牽制しましょうか。4発ぐらいあるんで、その辺にいそうな敵の人、あ、嵐の範囲が来てる。嵐の範囲を見てなかったよ。危ないよ。ちょっと嵐を見てなかった。ちょっとだ激しすぎ。そうか、嵐も来てたんですね。これやられますね。皆さんおやすみなさいということでね。まあ、4人残ってありますね、チームメイトの方ね。あなたのチームは4ですって。まあいい感じの試合になりましたよ。あ、生き返らせてくれてる。マリオさん頑張れ。マリオさん頑張ってくださいという今回の動画でした。はい、ということで今回は20人1組のチームが5つ集まって、どのチームがナンバーワンに輝くんだというね、期間限定のモードやと思うんですが、そのチームバトルをやってきました。結局僕のチームは何位やったんでしょうかね。僕が早くデスしすぎて結果を見届けられませんでしたね。残念ちゃうペアいうことありましたが、まあ面白かったですね。嵐の範囲が後ろから来てビビりながらも、まあ2キルできたんだよ。まあなかなかのキルはできたんではないかとね、まあ個人的には思っております。1キル以上できたんで満足ちゃうペアということでね、まあ終わりにしましょう。まあ期間限定中にもう1回ぐらいできてね、あのミルクティー飲めたらいいんですけど、まあどうなることやらということでね、やっぱチーム戦って面白いですね。一人も面白いんですけど、このノラの人とね、どういう連携感するんやと、そういう絆が生まれる試合もめちゃくちゃ楽しいですね。ということで終わりにしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。